ました。うなぎの会釈事情、極彩色にかける歌舞伎者、うなぎさやかです。というわけでですね、なんと、まあこれからねやりたいこともたくさんあるので、本日よりカメラマンが来ました。イエーイ。まあ、ちょっとわかんない、映ることあるのかな、今後あるかもしれない、たまにある可能性もある。三つ亀ギャンです。三つ亀です、よろしくお願いします。お願いします。そもそもうなぎさんのことが全然よ、僕よく分かってないし、はいはい、プロレスも初心者です。そうですよね、この間初めて見に来たんですもんね。そう、勉強しながら今からねっていうことも、はい、なんでまずうなぎさんのことについていろいろとなんか聞いていきたいので、はい、今日は100の質問を、うなぎさんが100の質問、全然 NG ないんで、はい、いいですか。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、まあうなぎって私一番好きなんですけど、まあ絶対忘れられないなっていうのと、まあ、自分が一番うなぎが好きっていうので、まあさやかは本名なんですけど、うなぎさやかです。はい、大阪の豊中です。どうなんだ、都会ではないですね、住宅街ですけど、まあ田舎でもなく程よいベッドタウン。身長は168センチ、体重今どのぐらいだ、57、8とかかな。リングコールの時に呼ばれるんですけど、54のままちょっと下ぎったまま、下ぎってんのかな、わかんない、下ぎってます。1989年9月2日です。大型です。一緒です。おお、共通点が、あ、いいのかな、 A、 またこれね、 また紹介しなきゃいけない人ね、ガミマネギャンが、はい、ちょっと多分ねみんなも知らないうちに人が増えていくと思うので、またね小出しに紹介したいと思います。おませさん、なんか大人とかにもこうベビーカーの中からお母さんが指令とか挨拶するじゃないですか、うん、そしたら暑いですね今日はみたいな。小学生の頃とかは休憩時間とかサッカー、キックベースだっけ、うん、とか外で遊ぶことの多かった気がします、うん、はい、もちろん女の子と遊ぶことも多かったけど、ずっと男の子と遊んでました。セーラームーンかな、やっぱステッキとかあるじゃないですか、多分欲しかったけど買ってもらえなくて、多分お姉ちゃんと作ってました。お父さんお母さんお姉ちゃん4人です。2つです。一緒にシンクロやってたんで、お姉ちゃんと遊んでたけど、遊ぶというよりかはシンクロ一緒に行ってたっていう印象の方が多い。小学2年生とかかな。あ、はい、仲いいです。めちゃくちゃ大阪で試合ある時とか、やっぱ子供いるんで見に来ることはできないけど、なんかお母さんが見に来てそのままお母さんと一緒に泊まりに行ったりとか、うん、とかはありますね。大人のおつまみみたいな、絶対に食べちゃダメって言われてて、カキピーの、カキ食べれないじゃないですか、辛いから、はいはいはい、でカーテンの裏に隠れて2人でピーナッツめっちゃ食べて、お姉ちゃん1人鼻血出てカーテン血まみれになって、私はそれを1人置き去りにして自分も食べてたのに捨ててきたりとかしてましたね。お姉ちゃん容量悪いですね。反抗はしてたけど、なんかそんな、なんていうの、喋らないとかは全くなかったですね。シンクロのあるプールって結構限られた場所にしかなくて、うん、家から遠いんですよ。お父さんとお母さんが車に迎えに来てくれて、で車の中でお姉ちゃんとお母さんが作ってくれたお弁当食べながら、だからもう家族4人で強制家族団らんがあったんで、団らんじゃないですけど。はい、墓地でたむろしたりとかしてましたけど、墓地たむろできるような場所が墓地しかなくて、 でも、はい、あのちゃんと連れ戻されてました、墓地からおかんに。はい、ポケモン言えるかな、初恋4歳ぐらいじゃないですか。名前とか覚えてないですけど、なんかフォルム覚えてます。恐竜になりたかったです。恐竜は何とかあります？いや、ないんですけど、なんかかっこよくないですか、恐竜。水泳部に入ってたんですけど、まあもうほぼシンクロの日々だったので、
まあ幽霊部員っていうか、でもなんか冬だけ陸上部の駅伝に駆り出されるみたいな。え、鉄棒？水泳とかは自信はありますね。あ、シンクロは、はい、あのメダルとかは持ってますけど。え、得意科目、え、ないです。体育。高校時代はチアリーディング部です。あのもうシンクロ付けだったじゃないですか。あんまりクラブ活動やりたくなかったんですけど、はい、もう入学式で見てこれしかないみたいな。いやもう部活付けですよね。結構平日とかでもイベント呼ばれたりとかお祭り呼ばれたりとかで、なんか本当に芸能人みたいな、みんなで早退して夜イベントやってみたいな日々でしたね。まあでもやっぱ優勝、全国優勝ですかね。まあ、ちょっと左膝怪我して1週間ぐらい入院して手術してましたけど、学校1週間行かないとかなかったので、あれが一番辛かったのかな。うわ、どっちも好きなんだよな。どっちも食べる時もありますし、でも歯はないかもしれないです。全部好きです。タケノコです。食べることはもうずっと好きですね。やっぱ遠征あるんで、でうちらって泊まる場所はもう決められてるんですよ。決まった瞬間にこのホテルの前にある食べ物を一通り全部見てとか、あれ上越だったっけな、かなんか行った時に、なんかすり宮っていうかまぼこ屋さんがやってるおでん屋さんみたいなとこあって、うん、めちゃくちゃうまかった。そこはうまいですね。旅行遠征になっちゃうんで、あんまり自分でどこかに行くことは全くなくなりましたね。お父さんが旅行めちゃくちゃ好きなので、もう海外も行きましたし、国内は多分ほとんど行ってる気がします。アメリカ、イギリス、韓国、台湾、フランス、スペイン、タイ、インドネシアか。結構でも行ってる方だと思います多分。海、海がいいな。やっぱ休みに休みだーって感じするじゃないですか。海、インド、でもマジで今一番行きたいの沖縄。もう休みだーみたいな感じになりたい。ないですね。あ、もう全部行った。はい、ないですね。まあ、でも本当にお父さんとかが旅行好きだからかなり行ってるんで、ふっかるです。めちゃくちゃふっかるです。お父さんあれですからね、遭難してますからね、一回山の方の好きでガチ遭難して、多分ニュースとかにもなって生還した人なん でうちのお母さんマジメンタルモンスターです。私より全然強いです。専門学校は出てます、ダンスの。お好み焼き屋さんとバニーガールやってましたね。お好み焼き屋さんはタダで食べれるから、お好み焼きを。バニーガールは可愛いしお金稼げるから。全部自分のために使ってました。何するだろう。貯金です。貯金はしないな。あれしたい、なんか犬とかも連れていけるグランピングみたいな、はい、豪華なやつやりたいです。1000万もらえるならどうするだろう。リフォーム。分かんない。分かんない、なんだろう。猫4、犬1、キツネ1、猿？猿？怠け者。怠け、めっちゃ可愛くないですか。はい、でも本当に昔だったらそれこそスパイスからスパイスカレー作ったりとか。でも一切今もう本当に焼いて茹でるぐらいになっちゃいましたね。マジでご飯に時間かけなくなりました。チキン南蛮、うなぎ、生肉、フカヒレ。焼肉屋とかでも生で行く時あります。いや、もうこんなのもう生の方がうまいっしょみたいな、もう見た目で出てくるやつは焼かないで行っちゃう時あります。ありますね。嫌い食べ物ないんですよね。虫。でもこれ食べたことないから、じゃあいつか企画やりましょうか。見た目が、いやもう見た目が嫌ですね。これ食べるんだったら、いやもう本当に無理だ絶対。
え、でもどっちもめっちゃ好きなんですよね。キャンプとか焚き火とか本読んだり、あと美術館行ったりとかするのも好きだし、だ結構本当どっちも楽しめると思います。ゴリゴリの正統派の男子レスラーになりたい、黒パンツのね。でもなんか今が一番楽しいからな、特に戻りたくないかもしれないですね。朝はずっと苦手です。だって起きんの嫌じゃないですか。何かに追われて起きるほど嫌なことってなくないですか。あ、夜更かし好きです。夜更かししてお菓子をめっちゃ食べます。コーラ飲んで、背徳感が強すぎて。本屋さん行くのめっちゃ好きですね。めっちゃいろんな世界があるじゃないですか。それをなんかワンフロアで見れることってあんまないじゃないですか、うん、好きですね。なんかすごい人が集まってくる。基本でも見たまんまですよね。なんか私本当に隠さないんですよ、何にも。あ、なんか手芸とかやるんですか。あ、そういうの得意なんですよ。意外じゃないですか。あ、本当ですか。お化けと速い乗り物と高い乗り物、何も考えないで進めるところ、リスクとか考えないです基本。まあめっちゃ食べてもそんな太らないところかな。空腹になると殺意を覚えるぐらい、もう食第一になる。あとどうでもよくなっちゃう。なんか空腹本当にダメです。2が限界かな。あ、じゃあ朝から何も食べないでいて夕方とかともうむちゃくちゃイライラしてると思いますね、もう本当に。なんか最近言われたんですけど、去年の試合とかかな、で思いっきり口にラリアット入ったんですよ。でベロがベロンってベロ取れたんですよ。でそれがすごい多分気になってて、めっちゃこれやってるらしいです、無意識で。やりたいと思ったことはやらないと気が済まない性格かな。どっちなんだろう。どっちにも言われますけど、でもなんか属性的に多分お姉ちゃんの方がちょっとお母さんで、私の方がちょっとお父さんなんだと思います。田んぼとかいじりたいですよね、魚釣って自給自足生活みたいなのしたいですね。なんだろう、なんか火も使えるし電気もつけれるじゃないですか、 この備蓄なんていうんですか。はい、でもこう、もう1個だから条件は、はい、そうですね、こいつ持ってく。大きく息を吸って大きく息を吐く。地震かな。阪神大震災って両方いたんですけど、どっちも怖いかったですよね。あ、待って、でもモニター電流爆破、もしかしたらマジで明日死ぬかもしれないぐらいの、本当にマジで怖すぎて前日泣いたりとか全然ありますね。高所恐怖症です。リングのあのトップ、いやなんかリングは大丈夫なんですよ。でもエスカレーターとかめっちゃ怖いとこありません？どこに連れて行かれるんやろみたいなぐらいの時あるじゃないですか、うん、あれとか。あ、もう本当嫌ですね。このベルトを持ってないと怖いです。あ、でもそれで言うと本当に今年やった1月7日の自主興行は記憶がないんですよ。結構ハードな試合だったので、うん、あんまり記憶がないんですけど、でもなんか言っちゃったら、まあ、主役は私なんですけど、私がいなくてもなんかできたって言い切れるぐらい周りの人が一丸となってその興行を成立させてくれてたっていうことに感動しましたね。自分の気持ちかな。やっぱ自分っていう人間は自分でしか表現できないから、もちろん叩かれたりとか反感を買うことは死ぬほどあるんですけど、でもなんかそれをやることによってやっぱり自分がやってる意味があるなっていうのをすごい思ってるんで、あくまでももう自分を押し通すっていう。ああ、もう派手なのが好きですね。
これとこれ合わせるみたいなめっちゃ昔言われてて気になってたんですけど、もう全く気にしないですよね。これが私なんでみたいな、はい、感じです。あ、ないですないです。あ、はい、もう忍んでないんですごいはい、もうやめたんで。でも今で言ったらやっぱプロレスをやると決めたことですかね。キャリアはまだ5年なんですけど、この5年で大きく自分も周りも変わったなと思います。お母さんじゃないですかね。まあ、背中を押してくれたというか、もうやりたいことは全部やりなさいの人なんで、今もやっぱすごいずっと応援してくれてるし、やっぱお母さんなのかなと思います。計画的に行動するタイプですか、フィーリングで行動するタイプ。フィーリングですね言ってる途中でそうだろうなと思います。はい、もう計画は周りがすればいいと思ってるんで、はい、もう私はもうフィーリングというか気持ちだけでいきます夏。あ、それは何でですか。海だーってなるじゃないですか夏だーみたいな、なんか、いやもうこれで言ってたほんと自主興行ですよ。総金額いくらだったんだろう。でもあの時一番最初に用意したのが400何万が足りなかったので500ぐらいなのかな。なんか音楽本当に聴かなくなっちゃったんですけど、まあでも花のケージはやっぱ好きですね。ずっとキュイーンとか言うともうちょっと脳汁が出ちゃいますよねビールの一口目ほど美味しいものこの世にあります。うまいですね。あれやばいですよね。何なんですかね。え、バカになる強いんですか。バカに、いや昔だから、前はめちゃくちゃ飲んでた、毎日飲んでた時とかありましたけど、はい、もう今本当に多分缶一本だけでも完全に出来上がれる自信があります。まあ、弱いですけど一回酔っ払ったら長いですね。プロレスに興味を持ったというか、プロレスやってみればって言われて、まあ、ノリで始めたんで、まあ、興味っていうかプロレスってすごいなって思ったのが、本当に練習生になったら、練習生になってから初めて試合を見に行ったんですよ。でそこで本当にそれがそこの団体のトーナメントで、こう4人ぐらいのところから最後の1人になるまでの試合を、言ったら2試合やる人がいるみたいなのを、もう本当にボロボロになった状態で出てきて、もうどっちもだって1試合終えてるからもう結構ボロボロじゃないですか。それをさらにもう1試合やって、それ1人決まった時に、なんかそれ勝った人だけがその次のチャンピオンに挑戦できるみたいなトーナメントなんですけど、その時になんか負け、そこで負けた人と勝った人がめっちゃ泣きながら抱き合って、頑張ってきてねって言ってるし、でもその勝った人も絶対勝ちに行くからみたいな、何この美しいのと思って、そこからですね。あ、いいですね、はい、めっちゃプロレスいいなと思って。私本当にアウトドアもインドアも両方好きなんで、一緒に遊んでくれる人がいいし、協力的な人がいいですね。なんかこう一緒に何でも楽しもうとしてくれる人みたいなのがいいって思ってるけど、はいはい、だって今だったらじゃあ技を受けれる人の方がいいじゃないですかなんかそうっすね、ってなるじゃないですか、うん、だからってプロレスラーがいいのかって、別にプロレスラーがいいとかじゃないし、お金持ちがいいですね家に帰ってくる金持ちがいい。いや、お待ちしたい。お待ちしたいです。はい、お待ちしてるそうです。でも結婚したいですよ、普通にマジで。あ、本当ですか。はい、オーディションしましょうオーディションいいですてかもう好きになったら全部好きになっちゃうから、もはや仕草という概念ないかもしれないリフォームもっとリフォーム俗リフォームかな。え、どうしよう、1億あったら足りないよ、1億じゃね。まあでもサウナつけたいな。なんかデジャブなっちゃいましたね同じこと言い始めた恋愛では追いかける派。追いかける派ちょっと待って、はい、だって自分が好きじゃないって何の意味もなくないですか。いや本当にそう思います。
ですよね。だからなんか今までこうなんか告られて付き合ってみたいな絶対うまくいかないし面白くないんで無理ですね。追いかけて追いかけて引きずり下ろすタイプです。なんかもうグッ下克上じゃないですか。グッ落ちれば勝ち。いつだろう。今ではないですよね。わかんない。女子として見られてんのかな、まず。まあでももうすぐじゃないですか、逆に。そうですね。もうすぐ来るんじゃないですか。ぐわーって思ってきた。はい、ぐわーって思ってきた。来たい。でもやっぱお腹すいた時かな。あ、わかった。島根だ。この間電流爆破行った時にコンビニ周りにないんですけどみたいな、どうすんだよみたいな、その時が一番イラッとしました。でも着いたらお弁当あったんでホッてしてあった。食べるものないかもってなるのが一番無理かもしれないです、もしかしたら。はい、前世で餓死したんじゃないですか。いや、私もそれ本当に思ってるんですよ。絶対に前世餓死してるんですよ。結構辛い死に方でした。はい、絶対餓死。タッグのタイトルマッチを私全然知ったことなかったんですよ。初めてだと思うんですけど挑戦したんですけど、まあ、神楽美沙っていう後輩に当たる子なんですけど、まあ、負けちゃってその子が取られたんですけど、試合どうだったって聞いた時に、いや本当にこの試合終わるのが嫌すぎて、なんか自分が負けて自分が取られたくせにこんなこと言うのあれなんですけど、本当にこの試合終わりたくなかったですって言われた時にめっちゃキュンってしました。なんて可愛いんだろうって思いました。川田俊明、三沢光晴ですかね。いや私も生で見たことないですし、もう引退されてるし亡くなってるんでないんですけど、うん、入場曲聴いただけで涙が出てくるっていう、なんか本当に人の魂を揺さぶるプロレスの数々をやってきてしまってるっていう、そんなそのぐらいまで植え付けるぐらいのプロレスをしてきた人たちがいるっていうことがトラウマなんで、まあそれをやっぱ塗り替えたいですよね。うなぎさやか東京ドーム自主興行をやることです。絶対やります。今日はありがとうございます。なんか本当100個質問して、はい、うなぎさんもたくさん知れました。知れましたか。はい、ああよかったです。東京ドームやるんですね。やります。どうやってやるんですか。わかんないです。知り合いとかで東京ドームの人いないんですか。いないですね。じゃあ電話してみます。電話でいける。電話じゃダメですか。電話じゃ、まず電話でアポとか取った。いや電話じゃダメでしょ。じゃあメール乗り込み乗り込むのが一番いい気がします。はい、まあでも全てのことは今まで乗り込んで査定してきたんで、はい、もう次行く場所も次やることも大体決めてるんで、もうついてきてもらえれば。わかりました。大丈夫なんで。じゃあちょっと楽しみにしてます。はい、お願いします。ありがとうございました。